が平野が取ってワンアウト。さあ一郎です。赤星さん、練習でご覧になった一郎、そのバッティングのフォームなど何か変化は感じましたか？それとも、もちろん去年までのフォームとは明らかに違いますし、違いますか？正直まだ、確定してない、そのフォームがまだ決まってないんじゃないかなと、いろいろまだこの開幕直前なんですけれど、はいはい、試行錯誤されてるのかなっていうのはすごく。その変化したバッティングフォームからどういう意図を赤星さん感じ取りましたか？やはり、なんていうんですかね、今場内はフラッシュの話なんですが、去年までのその振り子の動きっていうんですかね、っていうのがすごく小さくなってて、まあ、とにかくまずコンパクトにっていうのが見受けられますよね、やっぱり動きが大きい中で、イチローさんだからできる、イチロー選手だからできるっていうバッティングフォームだったと思うんですけれど、やはりだんだんそのメジャー仕様に変わってきてるのかなっていう気がしますよね。そのメジャー仕様というのはどういうあたりに感じますか？やっぱり昨年、その200本安打が途切れてですね、まあ、イチロー選手にとっては苦しい1年だったとは思うんですよね。でその中で、まあ、年齢とともにいろんな技術を、はい、まあ、毎年いろんなことにチャレンジされている方だと思うんですけれど、その中でやっぱりこうもっとコンパクトにっていう意識がこの動きにあるんじゃないかなと。なるほど、思いますね、はい。やはりどうなんでしょう、水野さん、そのコンパクトにというのはそのメジャーのピッチャーが投げるボールに対する対応というのもあるんでしょうか？まあ、そうですね、どの球に対しても対応できるような姿勢といいますか、タイミングの取り方っていうのは、まあ、左バッターで言えば右足が非常に大事になってくると思うんですけど、それをこうなんて言いますかね、いつでも動き出せれるようにする。あっと、三塁線破った。ファーストランナーのフィギンスは三塁に行きます。新井の左を抜けていきました。凱旋最初の打席ヒットを放ちましたイチローです。いかがですか赤星さん。いや、素晴らしいバッティングとともに、やっぱりこういうのがメジャーの技術だなと思ったのが、やっぱりフィギンス選手の走塁ですよね。はいはい、そんなにレフト線の打球ではないんですけれど、これで三塁まで行けるっていうのがね、これは見ている子どもたちであったりね、これ日本のプロ野球選手もね、お手本になるような走塁ですよね。イチローさんのバッティングがね、とりわけ素晴らしいところ、どうしてもそこに行ってしまうんですけれど、やっぱり今のはメジャーのプレーだなっていう。